リリー、砂も水も触れないよ。ね、仮想空間はあくまで風景を映しているだけだから実際には触れないんだって。まあそれはともかく、ゆりちゃんかわいい。私のお風呂だけど家から持ってきてよかった。よくわかんないけど楽しいね。ねえねえ、海って何して遊ぶの？ふっふーん、そう言うと思って持ってきたんだ。はい、水鉄砲。水鉄砲、何するの？リリー教えて。もちろん。まずはね、グリップをしっかり握って、こうやって引き金に人差し指をかけるの。これでいいの？うん、上手上手。あとは人差し指で引き金を引けば、あ、水が出てきた。よくできました。これで水をかけ合ったりして遊ぶんだよ。ありがとうリリー、これ楽しい。遊ぶの？ユリ、リリともっともっといろんなことしたいんだ。だからたくさんユリに教えて。うん、私もたくさんユリちゃんと遊びたいな。海といえば、他にはビーチバレーして砂のお城を作ってお絵かきしたり貝殻を拾ったり、楽しいことはたくさんあるよ。って、仮想空間だから砂はないんだった。水も砂も使わないでできる遊びは、やっぱり、本物の海に行かないとかな。あ、いいこと思いついたよ、リリー。ユリ、リハビリ頑張る。つまんない、とか、もう言わない。だからそれが終わったら、一緒に本物の海に行こうね。そうだね。元気になったら一緒に行こう。約束？うん、絶対だよ、ニーニー。ゆりちゃん、遊び疲れて寝ちゃった。水鉄砲、気に入ってくれてよかったな。今度は本物の海に、一つ屋根ぎ隊のみんなと行けたら、きっと楽しいよね。リリと一緒、楽しい。一緒に海に行ってる夢でも見てるのかな。ゆりちゃん、一緒に海に行くの、私も楽しみにしてるね。